はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回はですね、戦闘中やっていきたいと思います。で、今回はね、王冠シリーズやっていくんですけど、前回は無人島で一応無事クリアできて、今回はね、城の、まずノーマルからやって、その後ハードモードレベル3やりたいと思います。じゃあ早速、まずは頭で王冠をつけないといけないのでね、まあやろう。さあやるぞ。城ね、まあまずはノーマルだから毎回思うけど、まあ楽ではないけど、フロントシールドないだけマシ。本当に、いやー、だけど本当にね、超戦闘中の動画、まあここ最近というか多分昨日上げたと思うんですけど、画質がめちゃくちゃいい。え、僕の後ろ、そう、その、あ、そうか、僕王冠だからやばいか、そうか、忘れてた、普通に。そうだからね、画質がめちゃくちゃ良かったね、本当に。超戦闘中の、まあスイッチの方なんだけど、これいけるんじゃない。え、あ、後ろ、あ、これ当てる。なんか今ボール全く取れなかったんだけど、これ大丈夫？危ないね今のは。そうか、レーダーが見れるから、こういうのもちょっと見とかないとな。はい、倒す。淀原清はちょっと早いな、ボールの投げるスピードがね。いや、そこのボール取りたいな普通に。ここやばいね、今回普通にちょっとやばい気がする。あ、やばい、これ大丈夫？ここほんとやばいな、かなりやり合ってるから。オッケー、はい、これも当てる。なんか後ろの人ロックオンしてたけどね今は。で、残り2人で倒す。で、残り1人がどこだ、探しに行くか。あ、いた、え、いたけどどこにいるのこれ。あ、この後ろ分かりづらいな。え、え、これ通るの、え、すご、強、普通に強いな。まあ、これ、まあノーマルはこんなもんでしょう。普通にハードモードレベル3いこっかな。本当に何やってるんだよ。まああれは練習なので、ノーマルはね、まあ、普通にここが本番なのでハードモードレベル3で。いやー、だけどなんで戦車の後ろにずっとなんか隠れてるのかな、それがよく分かんなかったけど。そうか、ついにレーダーが見れないから、まあ、レーダーのねメガネ買ってもいいんだけど、まあ、まずはちょっと待って、なんでこんな敵こっち来る。あれ、敵が来ないぞ。あ、だけどまあその方がいいな、まず一人ずつ倒したいから。これナイス、なんか倒したね今。これ避ける、これ当て、何、フロントシールド当てた感じか。お、危な、なんかまず最初さ、フロントシールドとかなんか結構壊したいね。お、ナイス、いいね、結構やり合ってるね普通に。ここまでさ、まだ一人も、あ、倒した、オッケー、いいね。淀原清がさ、どこにいるか分かんないね、すごいめちゃくちゃだからね今の今対戦してる感じだと。おお、危な、なんかロックオンしたいな。ナイス、はい、倒す。まあ、2個すぐ投げればね当たるので。で、残り4人で、なんか結構ここで順調に倒せてるね。なんかここは広いからいいよね、スティックがかなり滑るんだけど、まあなんとかなるかな。
で多分戦車の後ろになんか一人いそうだな。一回見とくか普通に。やっぱり、え、なんだ、え、普通に二人いたんだけど。やっぽ、思ったんだけど視点がね本当にねいろんなところ行くから難しいな。あとロックオンもなんか超戦闘中とは違って結構ロックオンされない感じだね。もう全てが言い訳になっちゃってるけど頑張っていくしかないな。これは本当になんかコントローラーが恋しい。これはしょうがない。まあ、ボール2個持てるだけで全然でかいね、これは。もうここの後ろに隠れてたのか。ナイス。結構やり合ってるけど。はい。うわ、危な、危な、え、今当たんなかった。いや、何これ。まあなんかまずフロントシールドだな。え、やば、いろいろありすぎてもうわかんない。オッケーオッケー。まあこれはまあ、うわやば、よしボール2個。いや落ち着きたいな普通に。いや難しい難しい。あ、てかなんか回ってればなんか普通にあれだな。あぶな、あぶな、あぶな。いいねいいねいいね。残り8人。よし、やった倒した。はい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 、当てる、はい当てる。よし、いいねいいね。残り4人。さっきとなんか同じ感覚になってるね。でこれまたね、戦車の後ろに絶対いるんだよね。何なんだろうな、なぜ戦車の後ろにいるんだ。多分これでロックオンできるよね。あ、だよね、そうなんだよ。でこっち側行くと、あ、え、来る、普通に来たね。正直来てほしいな。え、やばやば。はい当てる。闘技場国家、あ、そうか、忍びがこれから来るとちょっとやばいな。残り3人。あ、もう後ろにはいないね、戦車の。いた、何？いた、ここにいるな。うわ、やっぱ忍びいる。やば、危な、危なすぎでしょ。え、獲得賞金、え、なんで、え、勝っちゃった。ってことは多分忍びと GIJ が多分最後らへん倒してくれたよね。はい、ということで一応今回はですね、あの王冠シリーズの城というステージでやってみたんですけど、まあ無事ハードモードレベル3はねクリアできました。いや最後ねびっくりしたね、普通になんか、うん、なんか普通に終わったっていう。まあ一応じゃあ今回はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しもらったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、バイ！